ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、日田和子と日田井和孝です。先週までずっと高校卒業30周年記念事業の実行委員長を引き受けたことをきっかけに29年ぶりに再会した A という同窓生のお話をしてきました。教育現場で働く A がしみじみ言ってました。日田井、子供って深いんだよと。先生という仕事の本当の面白さに気づいた人の言葉です。最近こんな言葉に出会いました。およそことにあたりて苦しく思うは下手の証拠なり、度重なるごとに苦次第に抜け去り、面白み忽然とわかむ。これ上手になりし証拠なり、苦とは外にあらずして内にあり、自ら苦しと思うが苦なり、働いてみよ苦にならぬまで。昔の人の言葉です。つまりやっていて苦しいと思ってるうちはまだまだ下手くそで、それを繰り返していくうちに突然面白さが湧いてくる。これが上手になった証拠だってことです。だからこそそれを苦しいと思わなくなるまでやってみなさいという言葉です。楽な仕事は面白くないです。難しいから面白いです。難しいから成長します。そしたら人生が面白くなっていきます。 A が辿ってきた人生はまさにそんな人生だったと思います。そんな A と一緒に準備をしてきた卒業30周年記念大同窓会が3日後の2月9日にあります。この8ヶ月間実行委員のメンバーと何度も打ち合わせを重ねて準備をしてきました。今回はたまたま A の話をしてきましたが、いい仕事をしている同窓生は A だけじゃありません。一緒に準備してればもうすぐ分かっちゃいますよね。普段どんな仕事をしているのか、どんな生き方をしているのか。実行委員のメンバーが本当に頑張ってくれたんです。素晴らしい同窓生です。私最初に言いましたよね、この同窓会の実行委員長を引き受けて本当に良かったって思ってますって。それは一緒に母校を卒業したたくさんの同窓生が今も頑張ってる様子を間近で感じることができたんです。これが嬉しいんです。また頑張ろうって思えるんです。こんなに嬉しいことないじゃないですか。野沢北高校84回卒業生の皆さん、3日後待ってるよ。それではまた来週。ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。